来ないでよ、来ないでよ、来ないで、来たちょっと待って来ちゃったよ。あ、ちょっとごめんなさい。おはようちゃん。筑波山見える？ほら、筑波山ね。あとなんだっけ、ごぼう山だっけなんだっけガスさんだっけそれ山形か。天気いいね、気持ちいいよ。なんか現場もう入れるらしいからさ、入ろうね。よいしょ。なんだっけ、五目山違う、五穀山違うな分かんない。あ、まだなんか落ちてる。これは何？座布団？違う。あ、危ない。あれ金属片落ちてるよ。なんか多分どっかのスクラップ屋さんだよね。あんなの積んだらパンクしちゃうよ、ね、これ信号間に合うと思う？俺絶対間に合わないと思うんだけど手間やないと思うんだけどさ、ほらダメなやついつもか。よいしょ。あ、犯人はこのトラックか。違うなあれはあれだね、木だね。木がいっぱい詰まってるね大きなお世話かって言ってるやろね天気がいいと気持ちいいよね。ちょっと眩しいからさ、サングラスかけようか。ちょっと眩しいから。あ、ここの信号早いね。もう待って、あ、待って、今後ろ見たでしょ、後ろ見たでしょ。まあ、誰かお化けのモザイクつけるアルバイト募集するからね、そんなことするとね。動画にお化けつけてもらうからね、大変なんだから。よいしょ。オーライ。よいしょ。こっからね、どんぐらいだろう、10分じゃつかないか今鼻水ですよ。10分じゃつかないけど15分あれば着くんじゃないかしら。よいしょ、ね、ここ来るのは気持ちいいからいいね。のどかだしね。外は暑いけどね、トラックの中エアコン効いて涼しいからね今度はこれ俺が行ったらちょうど青になるっていうさ、まさに計算通りになるんじゃないかな。ほらね、ほらちょうど青になるよ。ほら青になった。なんだい。よいしょ。よいしょ。お、ほら青になった。でかいね、すごいよ。じゃあちょっと待って、危険が危ないから話しかけないでくださるかしらね。ここね、ここやばいんだからね。来ないでよ、来ないでよ、来ないで、来たちょっと待って来ちゃったよ。あ、ちょっとごめんなさい。
ださーい。よいしょ。超自然スイング。浮かないよ。よいしょ。ごめんなさいね。よいしょ。あとはここまでできたらもう大丈夫ね。あとはもう居眠りしてても着くぐらいだから大丈夫ね。あそこなんかほらホテルあるからさね、休憩していこうかね。ホテルで休憩していこうね。よいしょ。あ、なんかホテルもいっぱいある。これまっすぐ行ってみたいよね。まっすぐで、まっすぐ行ったらどこ行くのかしら。筑波山にぶつかるかしら。ほら赤になった。変なことばっかり言ってるからぶつけて信号赤になったよ。知らないからね。焼きそばパン。ジャスミン茶。草団子がほら青になったよ。機械のっけてすごいね。あ、やばい、ほらもうそろそろね現場近いからね。あ、待って、俺いけるかしら。さすがにもう大丈夫かね。曲がるところ通り過ぎないかしら。結構ね大きい交差点だから間違いようがないと思う。ね、多分大丈夫でしょ。多分。あ、そういえばね、明日ね、もうあれだよ、予定出たよ。明日ね、どこだっけ、あれ明日どこだっけ。あ、思い出した、明日あげおちゃん。明日あげおちゃん、この間行ったあげおちゃんの現場のなんか向かい側だね、住所で見たらね。そうだから2回目だからもう大丈夫。しかもこの間道間違えたけど、あのもっと簡単な生き方見つけたから大丈夫。ね、今度はもう道間違えないから大丈夫。とりあえずね電話かけて中でほら待機できればさね、それが一番楽だからね。あとでお客さん電話してみよう。このカーブを越えてすぐぐらいじゃないかしら。あ、ほら見て、これ正面からこれフルトレーラー来て、フルトレーラー見えるかしら。見えないか。
ね、フルトレーラー、ダンプのフルトレーラーだよ。そうそう、あっちあっちね、間違えて車上がったらダメだよ、あっちだよ、ね、よいしょ、 OK。 じゃあね、これ前の軽トラのじっちゃん停止線はみ出しそうだから終わり、ね、もう知らない。いいんだよね、これで合ってるよね、大丈夫だよね、いいんだよね、あ、これだこれだ、間違いない、よいしょ、見たな、焼きそばパン食べよう、あ、まだ焼きそばが垂れてソースまみれになったらもう恥ずかしくて街歩けなくなるから外そうだ。なんか現場がお昼挟むって言ったけどな、作業しててこのまんま終わっちゃいそうだから先に食べとこう。やっぱり焼きそばパンおうちこれ半粒だよね。昨日できなかったから質問仕返し続けやろう。あ、そうそう、昨日これやろうとしてなかった。じゃあ40番からいくよ。口の中からなくなったらやろうと思ったのにかじっちゃった口の中からなくなったから喋ろうと思ったらお腹空いて頬張っちゃったよ。次行くからね、うん、質問40番。配達と校内だと手当て変わるの？給料ね、これはね、これはね、そのなんだろう、固定プラスパーセンテージ引く若干若干分合みたいな、そう、あの、どなんかそのそう、ちょっとの分合が乗っかる感じ、そう、まあ、だからまあずっとコーナーやってるより配達行った方がまたいいんだろうけど、まあでも基本的にはその固定給がもうメインにドーンとある感じ。これはなんかやっぱ会社によって全然違うんだもんね、やっぱね。まあ俺はほら今ここしか分かんないから分かんないけど、俺は固定プラス歩合で、歩合もそんな割合がほらパーセンテージ低いからそんなに大きく変わんないってことはない。
まあ、だからほらすげえ暇でも最低限はもらえるし、逆にほらすごいいっぱい配達したからってボーンって給料上がるわけじゃないけど、まあ、ちょうど中間っていうそんな感じ。40で一番行こうか。まあ待って、食べたらできないからね、言ってからやろう。41番、挫折の時、これ右折車いたら曲がれないよねってよく言ってるよね。確かにこれ右折車いたら曲がんないよねって、実際いたらどうなるの、曲がれるの。俺この質問はあれだ、実際そういうシチュエーションを取って答えようと思ってさ、すっかり忘れてた。まあ結論から言うとだからね、まあなんとかなるっていうか、なんとかするしかないっていうかさ、右折車がいたらほらビューっても前に引っ張ってほら無理くり折り込んで曲がれる場合がほとんどだけど、まあ実際極端に言ったら明らかに無理な場合っていうかさ、いやもう無理かなと思ったらもう止まっちゃう。でもう信号パスしてさ、行かしてから曲がるか、まあ右右折車線がなかったり対向車いなかったりさ、触れるシチュエーションだったらほら後ろ車確認してもうブワーンってこうほら右に振って、あバレたT ポイント T シャツ着てんのバレた、これ。なんでバラすの。T ポイント T シャツ着てんのバレた。そう。いたら、右側に思いっきり振るか、前に思いっきり伸ばして、まあ、無理くり曲がれる場合が、実際まあ、ほとんど。まあ、でも2回ぐらい曲がれなくて、曲がれなくてつか、曲がろうとしたけど、いや、厳しいかなと思って手前で止まったこともある。これ絶対無理でしょ。無理してもいいことないしさ、無理して突っ込んでも交差点塞いじゃうだけだからね。そう。だからまあ、そこら辺はなんかもう感覚っていうか、もう直感で、あ、無理と思ったらもう止まる。ごめんなさいって、無理って。そう。じゃあ。42番、42番、結婚はいつ頃の予定ですか。ちょっとやめてよね、こういうの。まあ、この間ほらライブでね報告したからさ、まあ、ほとんどの方が知ってると思うけど、まあまあ遠くない未来っていうことで勘弁してもらおうかしら。ね、そんな感じ。もう終わり、もしかしたね。じゃあ今ね質問がね48番、あと4問残ってるから、まだまだ続々いつでも募集。あ、ほら飛んでった。誰か掃除してもらうからね。もうもうお化けビュンビュンってお化けをつけるアルバイトと、クオンちゃんのこう床を掃除するアルバイト募集するからね。応募してね。何の話したっけ。忘れたから終わり。ちょっと焼きそばパン食べてさ、多分10分ぐらい狙えそうだからちょっと寝ちゃっていい。ごめん、仕返しまだ途中までしか言ってないけどさ、ちょっと寝させてもらおうかしら、ね、ほら見てもう眠くて目が涙目になってる、ね、寝るからね。うん、やったおったおい。